これ釣り券の、ツインフロートっていう浮きです。これ下がこれ水中浮きになって、これが上が当たり浮きになります。これ使うと、たまこれ浮き止めを使うんですけど、浮き止めのところでこれが止まります。でこれが水中浮きなんで下の方へずーっと沈んでいって、まあ、サルカンとか直結の部分のところで止まります。まあ、これどういうメリットがあるかというと、横風が強い時とか、2枚潮ですね、上の潮と下の潮が違う時とかっていうのは、下のこの水中浮きが、下の道糸と潮の流れを捉えますんで、この上の浮きがふらついても、問題ないです。下の浮きがさえちゃんと入っていれば、魚が食った時にこの小さい浮きがシュッと中へ入ります。で、まあ、どちらかというとこの初心者向けですね。初心者が、魚をいっぱい釣りやすい時に、串元とかでよく使われるような浮きです。